皆さんこんにちは。ずんだもんと万歳大家のチャンネルです。今日は1月5日ワンソー金曜日です。今時間は5時35分夕方の5時です。朝ではありません。今日はね、いつものお友達、お仲間さん、お友達と新年会をね、まあ、2人でやろうということで、プラカノンのレバ刺し屋さん、プラプラプラ PD スイスさんというお店に行きたいと思います。本当はね、もう一人のお友達とかなんかもね、一緒にね、新年会できたらいいなと思いますが、前回だか前々回だかの動画でね、あ、もうずっと前か、それはオンタイム、ほぼオンタイムで公開しちゃったのね、1月3日ぐらいにね。今日は1月5日ですから、もう万歳大家の実家、万歳大家のオリジン、石川県のね、大地震、令和6年能登半島地震だったから、正式名称ね、その日にまさにね、石川県の小松空港から羽田空港を経由して、で2日の日にはもうこのバンコク、ね、に到着してるはずだった、お友達、お仲間さんが、まあ本当に本当にお気の毒、飛行機乗るちょっと前ぐらいに地震が起きちゃって、それでね、小松空港がロックダウンって言ったらいいのかな、完全に閉鎖されちゃいました。それでそのお友達はね、津波、大津波警報なんかも出てましたから、その当時はね、小松空港の3階にね、缶詰ですよ、隔離ですよね、だからね、小松空港にいた人全員ね、そうなったということで、それで身動き取れずの、それでね、小松空港に一泊しちゃったというね、本当にまあそれだけでも気の毒なんだけど、その方ね、それで実家帰ったら、実家でお家帰ったらね、金沢市万歳大家のね、実家もね、結構いろんなものが倒れてましたから、そういったものをもう後始末なんかもして、やっぱりね、精神的にやっぱり参っちゃいますよね、普通のならね、そういうわけで、もうしばらくね、バンコクにはもう来れないみたいな、そんな感じになっちゃったみたいです。実際聞いてるか、どういったご都合でそうなったのか、まあお計りしながら話してるわけですけど、まあそれとは全然違いますけどね、まあ、そういった気持ちもね、徐々に分かりますけど、万歳大家はね、そういう時はね、なんかムキになってね、バンコク行っちゃったと思うんですよ。そういう時にムキになる、怒れない小市民、万歳大家なんです。その日は飛行機や鉄道が全て止まってしまい、羽田には行けなかったのだ。それでね、思い出せばね、こういったことがありました、つい最近です。スワンナプーム空港からどこだかに出たとき、帰国したときか、帰国、うん、それでスワンナプームの空港のそのイミグレーション出際に、出国した後、パスポートコントロール出た後に、イミグレーションって建物があるんですよ。でそこにね、お姉さんがいたんです。当然イミグレーションのお姉さんだと思うんですけど、それでこっち戻ってきた、バンコク、タイに戻ってきたら、あとリタイアメントビザの期限日が4日間しかないと、5日間だかな、それでその場合は30日一般的なね、ノービザ、アライバブル、これで正しいかな、到着ビザ、まあ、一般的なビザですよね、30日のビザ、スタンプいただけるよ、4日間じゃ少なすぎるからねみたいな、あ、そりゃよかった、ありがたいと思ってね、それで日本に帰国して、その時のタイに来る飛行機はもうあんまりにもね、いつもベトジェット便のバンコク、
福岡、バンコク、福岡ばっかしだったんで、そういう時はね、大阪からだったかな、チェンマイ行き乗ったんですよ、チェンマイ行き、チェンマイ、それでそのチェンマイのね、入国のパスポートコントロール で、あんたこれ5日間しかタイにいられないよって言われて、私はスワンナプーム空港で、そういった場合は30日のアライバルビザ、アライバルビザいただけるって聞いて、それで出国してきたんですっていうようなことを言ったんですよ。そしたらね、そのパスポートコントロールの女性の係官が、他のパスポートオフィサー、オフィサーじゃねえな、その係官呼んで、で確認してるんですよね。それでやっぱりね、その5日間しかタイにいられない。それでね、言ってること違うじゃん、万歳ようやもうあっさりね信じて、安心してね、そのスワンナプームの女性の係官って言われたことで、そしたらコメントにね、そんなもん信じているお前が悪いんだみたいなコメントが入っちゃってね、じゃあどうすりゃいいんだって話ですよね。その動画上げたらね、そういったことが あったっていう動画ね、これです。そういったコメントがありましたよ。なんか万歳大家が悪いみたいなね。それで、まあ、万歳大家も、まあ、100% 悪くないっちゃね、そうじゃないのかもしれないですけど、じゃあ一体誰信用すればいいんだって、ね。それでね、千枚で、あんたあと5日間だから4日間しかいられないよ。それで、本当はチェンマイで1泊してから次の日のね、朝便だったかに、バンコク行くね飛行機はもう予約してあったんです、エアアジア。次の日ね、チェンマイから。そしたらチェンマイ着いたら、チェンマイ雨降ってんですよね。あ、これはちょっと面白くないなと。それでそのあと次の日になったら、あと都合4日間しかいられないって言うんで、もうムカつき半分ね、それでもうそのチェンマイ空港でもう一番すぐ帰れる、バンコクに帰れる飛行機、それがまた高いんだ当日券ですからね、金額はね、忘れちゃったけどね、その動画をご覧になっていただければ、そのディテールはね、詳細はお分かりになるかと思いますけど、それでそのままね、もう強引にバンコク帰っちゃいましたよ。それでね、次の日ぐらい、それでバンコク帰ってすぐに次の日ぐらいに、ビザランですよね、ビザを、アライバルビザを取るためだけにね、30日間のね、クアラルンプールに行ったと、そういったことをしました。万歳用やそういうタイプです。なんかそういったことには向きになる。それでチェンマイから行く飛行機エアアジアは捨てて、キャンセルしかも捨てて、完全に捨てちゃって、それで割高のね、当日券のエアアジアの割高のチケットを買って、その代わりね、窓側にしてくれとかね、ちょっかりリクエストしました。エアアジアはね、そのリクエストは聞かないんです、お金取られるんです。でもすごい高いチケットだったからね、まあ、当日券は高いねなんて言われましたよね、チケット買った時の係りかにね、そういったこともありました。それだけです、あったのはね。結構頻繁に飛行機で渡航しているけど、ほとんどトラブルはなかったのだ。そのお友達をどうせとかって、お友達にね、そうしろよとかっていうつもりは全くありません。それは人それぞれですからね。でも万歳ようやだったらどうするかなっていうような話は前回もしました。もしね、羽田空港のこの前のあの衝突事件です、クラッシュですよね。あの時に万歳ようやがもし機内にいた当事者だったら、どうするかな。それでね、あれからいろんな動画見たんだけど、なんかね、荷物持って出ちゃった人もいるみたいなこと書いてあったんですよね。まあ、それは真実は分かりません。それで CA さんは荷物、上のね、物入れ開けないでください、荷物持たないでくださいってもう連呼してたって言うんだから、それはガセネタなのかもしれません。万歳上そこ行ってそ確かめてるわけじゃないしね、その皆さんのこと全て把握できる余地もないとかね、できるわけがない、そういったような感じなので、
話半分に聞いてもらわなきゃならないっていうことになるかと思うんですが、でもね、あの約款で15万円まで、それ以上高額なものが入ってた場合は、個別にご連絡くださいみたいなね、そういった連絡があったなんてこともあったりすると、万歳ようやがあの時の動画ありませんでしたが、個人的にはですね、そのボディバッグ、小袋、今もあの持ってるんですけど、そんな小型のもの、まあ、リュックぐらいになるとちょっと大きいかもしれないですけど、それぐらいまでならね、いいんじゃないかな。そのシューター、脱出シューターを破るようなあの恐れのあるもの、それはね、分かりますよね。そんなもん持って出ちゃダメだってね、だいたいそういったものっていうのはあの飛行機に持って入れないですよね。だからあとあのその尖ったものって言ったら、あとそのハイヒールのヒールですよね、あの尖ったね、ああいったものでシューター破れちゃうと後の人困っちゃうということで、それで無事にね、全員あの避難できたということで、まあ、それは良かった。それは前回の動画でも言ってます。それであの前回の動画はね、あの後ろの D 出入り口だけみたいな話しましたが、前方もね3カ所、あと後方に1カ所、それであの燃え盛ってたあの火が強かったところの反対側、それで都合3カ所からね、あの脱出したということでね、まあ、とにかく命が一番大切だって、それは分かりますね。それに対しては異論はないんですが、もっといい方法があったんじゃないかな、あるいはそういったクラッシュを未然に、ね、防ぐ方法、あのアメリカじゃね、もうあの人的ミスって必ず起きるんだから、もうそのコンピューターライズすればそれでミスはないかって言われれば、それもごもっともなんですが、そのダブルチェックですよね。例えばですね、これは素人考えで勝手に話すんですけど、その滑走路のね、四隅に最高、最初と最後に全部レーダーかなんかレーザーかなんか、飛ばして、その間に他の機体が入っている場合は、その近づいてるエアプレーン、飛行機も機材も含めて、あの警告音をあのネガティブネガティブネガティブなんて言って、ね、警告音を発するような、あのそういったような仕組みとか、なんかアメリカでそういったようなことをやってる、とかって言うんですよね。だからねえ、これもね、海上保安庁の、機長さんだけご存命だということでね、万歳ようやは、なんか、ちょっとしたね、人的な勘違いがあったんじゃないかなっていうな、これも推測です、勝手な推測です、ボイストレーナーじゃねえや。ボイスレコーダーとかね、フライトレコーダーとか、そういったものを解析した上で、結論が出るんだと思うけども、そういったね、うっかりなんじゃないかなと思うんですよね。で、うっかりになってしまうようなそのシチュエーションを作った、そこにね、あのクラッシュのね、原因がある。人間はね、そういったミスっていうのは絶対ありますからね。それを見越した上で、それをね、未然に防ぐ、そういったシステムを作る、それはやっぱり人間の英知が必要なんじゃないかなと思うわけです。なんか、前回のね、その話の続きになりました。あともう一つ話します。今日は5日、あと10日経ったら、万歳ようやは、これは完全にね、バケーションです、バケーション。ダナンに行きます、ダナン。それで行きが、夕方で、帰りは朝帰ってくるんですが、エアアジアでね、1万3000いくらか、1万4000してませんでした。めちゃめちゃ安いんです。それで探してみたらね、ホテルなんかもめちゃめちゃ安いんですよね。ちゃんとしたホテルなのに1泊2000円以下とかね、そういったところあるんですよ。まだホテルは予約してないから分かんないんですけど、それでね、
海鮮料理がめちゃめちゃ安くて美味しい海鮮料理、あのそれしかも量も多くて、であそこはねミークアンっていう、あのホーチミンでもいただきましたけど、あのキシメ、日本でいうキシメみたいな平べったいちょっとね、太めのうどん、まあ、キシメのちょっと太いみたいなの、それで、スープがねちょっとつけ麺に近いような、あのなみなみあるスープもミークアンであるのかもしれないですけど、それで なんか塩せんべいみたいな、ごませんべいみたいなのとカリカリと一緒に、あと草ね、草、あっちのハーブと一緒に食べる、そのミークアン、それがダナンのね有名なね、それでお店探してたんですよ。そしたらね、まあ、ベトナムのね、もうずっと前から見てるんですが、ベトナム の YouTube で有名なのはね、そのグルメ系ではね、あのケンジさん、ケンジブロムっていうんだかな、唇より下だけ、この唇より下だけ映して、上が映んなくて顔出ししなくてね、それで、美味しかったら優勝って言うんですよね、その方がいただいてるそのミークアンのお店とか、あのそのダナンでですね、あのそれとかね、あとねベトナム の YouTube で、まあどうなんですかね、何が1番か2番か分かんないですけど、ずっと前から見てたのはチカさんですよね、あの女性の方のベトナムのね、こうやってバイク乗ったりしてね、ベトナムはあの全県制覇みたいなね、すごくお上品そうなあのお姉さんなんですけど、そういったこともするんだよね、バイク乗ってね、結構ね、あの下ネタっぽいのがねまた魅力だったりしてね、あのそのダナンの大聖堂カシーデルダナン、そのあのこのね塔みたいなキリスト教、それがピンク色なんですよ。それパコって写した時にね、その女性物の下着のピンク色の女性物の下着もパカってここ出てたりする、おいおいおい、キリスト教のね神聖なあの場所なのにそういうものを、ね、横に同列にするかみたいなね。そういえば昔ね、ここインラックっていう首相がいたんですよ、美人さんのね、インラック首相、今はまだ国外出てるのかな、そのお父さんのタクシンさんは今あの御社もらって、そのバンコクの病院にまだいらっしゃるのかな。インラックさんはまだ国外出てるみたいですけど、そのインラックさんがあまりにも美人なので、日本の週刊誌に出たんですよ、ボーンとね。インラックさんがワンショットでね、まあ、美人さんなんです、めちゃめちゃ、あとタイの美人ってな感じで、あそこの北の方のね、それでね、そのインラックさんの写真のなんか下世話な見出しがちょこちょこって出たんですよ。だそれ見たタイ人がね、日本語わかるタイ人が、そのインラック首相のその横にあるこの見出しが下世話すぎるとか、なんか怒っちゃったとかね、そういったのをちょっと思い出します。7話したんだっけ。あ、そうそので、チカさん の YouTube ですよね。そのチカさんね、今もそうなんですか、あのバンコクにいるんですよね、今クアラルンプルかどっか行ったのかな。結構東南アジア、ベトナム離れてね、いろいろ行ってんだけど、まあ、誰もがね、バンコクで取り上げるような内容なんですけど、そのチカさんのアプローチの仕方がまた独特でね、吸い込まれて引き込まれていくっていうね、万歳ヨーヤとね、もうクオリティ、万歳ヨーヤのこの動画とクオリティが全然違います。ケンジさんのね、ブログも、チカさんの V ブログも、YouTube ね、めちゃめちゃ視聴者数も多いんですよ。いや、動画1回上げると1万とか2万とかね、万歳ヨーヤの1万とか2万とかね、今800いくつか動画上げてますけど、1万視聴者数オーバーは1つか2つですよそれでいいんです。ね、これが実力ですからね。そういうわけで、やっぱりね、あと10日ぐらいでダナン旅立つんですが、こうやって下調べするときはすごい楽しいですよね。それで今朝はね、そのケンジさん、ケンジブロムさんかな、そのダナンのね、チェータッカン、チェーというスイーツのタッカンというのはミックスですね、禅のせってやつですよね、それはね、もう味わった途端優勝ってめちゃめちゃ美味しいとかね、それ見てたら、ああ早くそこのお店行きたいな、ミークアンの有名なお店のすぐ近くなんですけど、 もちろんチェックしてありますけどね、そうやってね見てると早く行きたいなと思う万歳祝いでございました。はい、目的地がつきました。はい、早くレバ刺し食べたいなという感じでございます。はい、
ここをちょっと見、はい、電気曲がらせていただきました。あ、お仲間さんも到着してますね。はい、じゃあ、はい、レバ刺しと牛刺しと豚しゃぶしゃぶです。お姉さんがやってくれてます。いつもは自分たちでやっています。うん、全部2人前って注文したの。レバ刺しです、レバ刺しです。次は牛刺しです。牛刺しです。ちなみにこれね、ヌアディップ、これタップディップって言います。にゃんごちゃん、お、にゃんって言ってくれてありがとう。来なくて、来なくて、あんたオス猫ね、黒猫ちゃんね。はい、大きいね、大きいにゃんごちゃんだね。はいはい、撫でてあげるよ。はいはい、撫でてあげるよ。はい、じゃあ今からね、プラカノ行ってくるからね。はいはいはい、にゃんごちゃん、にゃん